ライフゼット、クワブトのお世話はちゃんとしてまふか？うん。クワブトは夜行性だから、毎日寝る前に餌をあげてるよ。それで、いつまでクワブトのままにしておくんでふか？新種の虫だから、カブとかクワガタか、断定するのは難しいところなんだよね。というか、ビエンフーも虫が好きなの？もちろん、カブトもクワガタも好きでぐよ。男のロマンじゃないでふか。そうなんだ。で、どっちだと思う？カブトムシ派？クワガタ派？難儀な問題でふよね。でも、さっきマギル姉さんが判別方法を教えてくれたでふよ。そんな方法があるの？僕が判別したら、クワブトの名前に僕の名前も入れてくれまふか？え？かっこいい虫に自分の名前がつくなんて、男のドリームじゃないでふか。それに、この判別を行う者には名前を入れてもらう価値があると、姉さんが言ってたでふ。お願いでふ。僕も君と同じ夢を見させてほしいでふ。そこまで言うなら、うん、いいよ。この虫はみんなで倒して捕まえたんだし。ありがとうでふ。じゃあ教えるでふよ。虫を出してくださいでふ。マギル姉さんが言うには、虫の背中の羽を開いて内側の薄い羽の匂いを嗅ぐんでふ。カブトムシやクワガタの薄い羽ってかなり臭かった記憶があるんだけどな。そんなに臭いんですか？試してみるか？いえ、遠慮しておきます。ビエンフ、やめた方がいいよ。あ、やっぱり虫の名前を独り占めしたくなったでふか。でも男に二言はないでふよ。ストロングブレイクな刺激ならカブト、デンジャラススパイシーならクワガタでふ。でも、やらせてやれよ。自己責任だ。僕が判別するでふ。ビエーン！ショーバット！スメール！あ、ビエンフーが目を開けたまま気絶してる！しっかりして、ビエンフー！姉さん、羽の匂いを嗅いだら、花が爆発したデフ。なんか悪夢を見てるみたいだね。